どうも、そっかじくの久保です。今回はね、ある業界の闇ということでお話ししようかと思います。ある業界ってのは、まあ、あの、まあ、警備業界だったりするんですけども、中高年の方の採用が多いんですよね。特に60代でも、場合によっては70代でもね、いきなり未経験から採用されてしまうのが、ガードマンという業界なんですよ。まあ、主には交通誘導警備なんで、皆さんもね、もしかしたら道路などでお見かけしたことがあるかもしれません。で、 この業界の方ってはっきり言うんですよ。というのが、他に行くところがなかったからここに拾ってもらったとかね。これタクシーの業界でもそうなんですけども。でも通常、いろんな業界に就職した方はね、他に行くところがなかったからここにいるんだってことを言ってくれないんですよ。でも実際、マーケットで求められてるのは、50代からでも、60代からでも、未経験でも就職できること、ところがなある、どっかにあるんじゃないかなと思って探してる方が結構いると思うんですよね。でも、すでに就職されてる方が、いや、 自分は条件は悪いけども、意欲を持ってこうやってんだよっていうふうにもしかしてね、見えを張って言っちゃうとそれが見えなくなっちゃうんですよ。ですんで、私の業界は人手不足なんで、給料は安いし、待遇悪いけども、50代でも60代でも、とりあえず採用しますよっていうところがあったらね、あの、お知らせいただければ幸いなんですよね。今まで私もそういう放送を結構してきてるんですけども、やっぱりまだね、その業界でお勤めの方は、なかなかね、誰でもできる仕事だよとかね、 きついけれども、でも他に行くとこないじゃんってなかなか言ってくんないんですよね。はい。まあそういう情報がありましたらよろしくお願いします。